カジサックの屋根裏部屋。どうもカジサックです。トンボです。ヤスタケです。スネです。中野です。よろしくお願いします。いや、貯めるね。頼むよ、本当に。貯めるね。終わってしまいました、魔王。いや今回はね、ちょっとまあ、はい、復活でございますわ。いやー、嬉しい。そしてね、はい、長らくお待たせしたので、うん、今回ちょっとある撮影終わりなんですけども、はい、中野くんもいたので参加してもらってます。よろしくお願いします。うん、そうか、いつも中野くんが入る時ってオープニングで挨拶してないんか。そうそう、してないですよ。後であの挨拶するという形で。あ、それで待ってたよね。はい、なるほどなるほど、申し訳ないの、申し訳ない、ね、しばらくちょっと休んでしまいまして申し訳ございません。いやー、本当に、うん、ねえ、まあ、でもぶっちゃけ復帰してからは、撮影スタートしてからは今よ3日経ってんのかな。そうですね、はい、ねえ、ごめんね、はい、なんかもうゴリゴリに撮影入れちゃって、これがまたね、うん、復活して早々ハードな撮影が続いておりましてね。そうなんですよ、はい、で若干もう声枯れてます。いや、そうなのよ。本当に体調大丈夫ですか、はい、皆さん。はい、もうバッチリでございますよ。バッチリですか。はい、常もね、常が、おとついぐらいに復活。そうですね、1日遅れで、うん、はい、気ぃついたら髪の毛の色めちゃくちゃ変わってて。そうなんですよ、はい、両サイドにハートも入れさせていただきまして。すごいな。すごい、はい、でもさ、ほんとちょっとさ、はい、常はちょっと嫌かもしれないけど、はい、本当ちょっと下田景樹さんにちょっと寄ってってるのかなっていう。そうですね、寄ってんの。いや、寄せてるつもりはないんですけど、うん、思考が一緒なのかもしれない。だからやっぱね、似てるところがあるのよね。似てるところあるよね。確かに顔もちょっと似てますね。ちょっとそうなの。ちょっと似てるよね。ちょっと似てますね。ちょっとだけな。うん、ちょっとだけ。出るけども、それ常嫁はどうなんですか、髪の毛は。うん、あ、これはもう全然、範囲内で、うん、はい、大丈夫、OK ってことで。じゃあよかった、はい、ねえ、常嫁がよかったらいいでしょ。そうですね、はい、似合ってるよね、やっぱりね。 ありがとうございます。うん、これ結構テンション上がるんで。うん、いやでも大変やったね、はい、本当にいろいろと。そうですね、もう休んで僕は事務所で隔離生活を送りましたけども、はい、もう正直今あんまり事務所降りてないもん俺も。そう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 、そうですよね。今このラジオ撮ってるのも事務所で撮ってるんですけども、はい、でもまあみんなの顔が見れるからまだいいけど、うん、ああ、はいはいはい、もうずっと隔離生活で一人っきりやったからね。そうですね、なかなか辛くはありましたけども、はい、まあこっからはちょっとまたね、うん、ラジオの方も、うん、また生もやりたいね、はい、ああいいですね、あったりもするんですけども、うん、まあ、いかんせん結構スケジュールをバーって入れちゃってるんでね、はい、頑張っていきましょう皆さん、ね、頑張りましょうよ、はい、本当にですけども、ね、いやー、はい、もうでもね、ちょっと皆さんいいですか、うん、どうもした、明日、明日。違う、実はほんますいません、皆さん復活会なんですけど、はいはいはい、もうこの数十分前になかなかハードなロケをしてたんですよね。そうなんですよね、はい、みんなね、みんなでちょっとハードなね、はい、なんかどうしたんと思う。いや、ちょっとした事件があって。何。いや、まあ本当に、まあなんて言うんでしょう、最終的にはまあ解決したんであれなんですけれども、うん、リオちゃんとね、うん、ちょっと前にちょっとお出かけしようっていう時にですね、うん、はいはいはい、まああの雨が降ってる時だったんですけれども、まあマンションから、うん、車が止めてある駐車場に行ったんですね、うんうんうん、でリオちゃんが、まあ僕ちょっと忘れ物とか多いタイプなんで、まあそっちやな、そっちのタイプやもんな、はい、そっちのタイプなんで、ちょっとお財布持ったって言われたんですよ、うん、思ったよって言って、うん、いつも車の、乗るときにお財布入れてるところを見たら、あれあれないがなってなって、うん、おうおう、なかった、お財布ないがなと、うん、あら、うん、あ、ごめんリオちゃん、うん、ないわっつって、うん、で、ちょっと車のとこ、まあある程度探してどっか置いちゃったかなとか思って、うん、それ持って出た記憶はあるはず、うん、あるんですよ、うん、そしたら、あれないわっつって、うん、持って出たつもりだったけど、ちょっと家忘れちゃったわ、ごめん、うん、ちょっと取りに行くわって言って、うんうんうん、家に戻ったんですよ、また、はい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 、で、家バーって探して、うん、ないんですよ、家の中でもね、めっちゃ怖いやん、そう、焦るやつだ、そうそう、焦るやん、財布やもんな、そうそう、財布なんですよ、うん、ほんで、あ、やっぱでも持って出たわ、俺と思って、うん、思い出したわ、はい、絶対に持って出た、絶対持って出た、うん、じゃあもうやっぱ車しかない、もう本当に駐車場までって、うん、全然距離ないんですよ、はいはい、近いよね、うん、そうそうそう、で、また車に戻ってで、うん、車の中バーって探すんですけど、ないんすよ、財布が、で、車の周りとか、うん、ちょっとポロッと落としちゃったかなと思って確かに、うん、探すんですけど、ないんすよ、全然タイヤ周りもない、タイヤ周りもないの、うん、で、うん、僕、お財布の中に、うん、エアタグって言って、うん、
アップルが出してる、はいはい、この白い丸い、あ、うんうん、なんかあるよね。そう、私は GSP やったっけ。 GPS 惜しい惜しかった。ちょっともう嫌になってきたよ。よう、そんな面白く間違えられますか。嫌になってきた。位置が分かるやつよ。はいはい、そうそう、うん。それ入れてるから、うん、ちょっと一回ちょっと確認させてくれと。うんうん、で、見たんですよ。見た。そしたら、あるんですよ、この周りにね。へ、ぇ、あるやんか。車にあると。そうそう、あるよ、リオちゃん。つって、うんうん、やっぱだから、うん、ちょっともう一回家行くわっつってまた家戻って、あ、そうか、駐車場と家も別に一緒な、そう、近いから、近いから一緒じゃない、うん、だからやっぱ家やと思って、うん、また家行くけどなくて、何、うん、これはーって、なんかもうほんとなんかテンパってきて、でまたエレベーターで駐車場戻ろうとした時に、うん、またそのエアタグのね、うん、やつを見たら、うん、うちょっと違うとこにあるんですよ。あら、はーと思って、めっちゃ怖いよ。何、違うとこにあるってなって、 動いてるってなって、うわーってなって、最悪だ。それでリオちゃんちょっと動いてるって言って、もう僕もう手が震えちゃって、もう全然もうスマホもうちょっと貸してって言ってリオちゃんに言われて、これちょっとないよって言って、ないよ、動いてるよこれっつってなって、こうめっちゃ怖いよ。ちょっとリオちゃん、追いかけていいかっつって、もう俺もテンパっちゃって、そっからだからエアタグがもうどん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 離れていく。めちゃくちゃ怖いでしょ。何それ、何それ。ほんでもう車バーンって乗って、うん、俺もう本当にもう呼吸もハッハッハッってなってこんなこと初めてだから、うん、でもうリオちゃんはその時冷静なんですよ、うん、トト落ち着いてっつって、うんうん、もう絶対もうこれ見たらもう行き先分かるから、確かに、まあ、ね、もう私言うから、うん、あのそこ右とかっつって、うんうんうん、で、分かったっつって車エンジンかけて、うん、リオちゃんがそこ右曲がろうかっつって、うんうん、そこ左曲がろうかっつって、言ってくれねえよ、リオちゃんが言ってくれて、うわーっつって、うん、さら、あの、あるところでピタンって止まるんすよ、エアタグが。めっちゃ怖いね、怖い、この辺だわっつって、うんうん、ほんで、でも誰かが取ったとして、うん、エアタグが近くにあったとして、うん、どうやって声かけようってなるわけですよ、うわ、確かに、うん、なんかね、こわ表の人やったりしたら嫌やし、うん、で、もうみんなが怪しく見えてくるんですよ、エアタグ周りの人が。うわ、すごいな、この話。すごいでしょ。で、車まあ止めて、この辺でちょっと止まってると、動きが鈍なったっつって、車止めて、で、リオちゃんと二人で歩くんですよ。でも、やっぱ声かけれないですよ、やっぱ。人は何人かおんの？何人かいて。実はコンビニとかでもないの？ないんですよ。お金を使うようなところではなくて。もう普通の、要は住宅地というか。怖っ。なんか路地っぽいとこなんですよ。で、すみません、僕の財布って。言えないよね。言えないし、持ってたとしても、いや知りませんって言われたらしまいやし、そうやな、どうしようってなって、もう俺もリオちゃんももうわな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 してたら、あるなんかビルみたいなところでも完全に止まったんですよ。ずーっとそのちょっと動いてたんや。やっぱそう、ちょっとしばらくするとまた動くみたいなのがあって、で最終的にビルみたいなところでもう完全に止まって、でこれもあれこれマンションかなって、でこれもう家の中入られたらもう終わりだなと思って、確かにどうしようと思って、でももうそこのもうマンションかどっか分かんないけど、もう行くしかないと思って、もう俺もう行ったんですよ。もうリオちゃんちょっともう俺ちょっと行ってみた、行くわっつって、はーって走ってって、そのビルのところグーって曲がったら交番だったんですよ。おい、マジで？マジで交番だったんですよ。ああ交番だってなって、でバッて入って、うん、すいませんっつって、うんうんうん、財布の届け物なかったですかっつって、うんうん、あ、たった今ありましたってなって、うんうんうん、で、あのこういう財布でっつって、うん、え、どうやってここあのなんかこう急に来てどうしたんですかって、うんうん、あのなんか結構このなんていうんですか、届けてなんかすぐぐらいの感じだったんで、え、どうやって探したんですかって言って、あ、こうやってあのエアタグっていうのがあって、うんうん、それで追ってきたら交番だったんですよって、はいはいはい、よかったですねっつって、そのなんか、届けてくれたんですよ結局ね。めちゃくちゃいい話、うん、めちゃくちゃいいでしょ、うん、すごいやん。そうなんですよ、助かったのでそれで。助かったんですよ、その人には会えたの？会えなかったんです、えー、だからまあ教えてくれなかったんですよ、どういう人かっていうのは。結局それってなんかあるよね、1割なんかとか。あ、そう、それも、あの
いい、全然大丈夫ですって言ってくださったんで、その人のことは詳しく教えられませんが、男性女性も教えてくれ、教えてくれなかったです。でも届けてくれました。で、そのエアタグってので僕探したっていうのがあったんで、うん、どういう風に見えるか教えてもらっていいですかって、警察の人もちょっと今後の参考になるんでみたいなことで、エアタグの説明して、結局財布が戻ってきたっていう話なんですけれども、あー、もうこれで終わりなんですよ。じゃあエアタグってやっぱ入れとくのええなってなったんすよ。確かにな。そう、まあその前にそれ俺やねんけどね。エアタグ財布拾ってくれたの。そう、ありがとう。どういうこと今のやりとり。ありがとうじゃねえだろ。どういう返しをするのかなと思ったら、もう財布を落とした時よりもテンパってたよ。すいません。何ありがとう。すいません。そうなんですよ。すごい話やなそれ。だからね、みんなもね、なんか持ち物にはね入れとくといいっすよ、うん、絶対と思って。あ、見つかるんだ本当にって思いましたもん。でも今のはさ、うん、交番だから良かった話やけど、うん、本当にリアルに、うん、取っちゃう。例えば中野くんやったらさ、はい、基本取るでしょ。取りますね。取るな。その取るタイプの人やったらさ、うん、そのさっき言ったマンションの中に入られたりしたら、確かにどうすんの。まあね、あることは分かりますけど、どうしようもできないですよね、だからね。どうすんのマジで。どうするんだ。そっちの方がつらない。つらい、確かにね。エアタグっちゅうのを入れてなかったら、うん、その事実は分からへんわけ、はいはい、ああ確かにそうか。そうじゃない、むずそのそれむずい。確かに入れてたがばかりに、うん、ここにあるやんってことが分かる苦しさ。そうそう、例えばエアタグを入れてなかったとしたら、交番に近くのとこ行って財布落としもしましたみたいなこと言えるやんか、うんうん、そうですね。そしたらどこそこの派出所にこう連絡して、あ、どこそこにありましたよとか言って届けられてたらね、うん、だエアタグはそういう意味ではいらんやんか、はいはい、うん、確かにな。あ、そうか、なんか自分が泊まってたホテルとかがあって財布そこに忘れてて出てしまった、でエアタグで、ああやっぱホテル忘れてたなとか言ったら成立するけどさ、うんうん、確かに取られた時のエアタグって活躍する、うん、まあでも、うん、じゃあマンションの中に入ったとするじゃないですか、うん、そしたらそのマンションのその絶対人が通るとこに、お願いです、もうお金はいいんで財布とカードだけ返してくださいって紙を貼っとくっていう。ああなるほどね。あと でも、うん、オートロックのマンションとかで、うん、何丸何か分かんないってなったらやばくないっすね。そういう話をしてた。ああ、え、今その話しだから俺は1階の玄関に座って貼っといたらワンちゃん帰ってくるんじゃない。最高校生ってそういう心境になるでしょ。その話してたんすか。目まん丸にして加減にしろよ。天才やな、常マジで。今みんなその話をそこまで細かくせんかったけど、どないしょうもないやんかって、やっぱり世帯もすごい数があるマンションとかだったらどうしようもないかって。そしたら常がもう目ギラギラさせて、ちょっといいっすか、オートロックやったのとか言って。見つけるな。分かった上で話してたのよ今。みんな知ってるよ。そうなのよ。そうだから、そうか、だからでも安武の今言った案もありっちゃありやけど、うん、でも取った人なんてさ、それを見たとてさ、うん、なんかね罪悪感もあるやろうし、うん、いやここで返すのもなってなるかもしれない。まあでも可能性上がるじゃないですか、入れてた方が絶対に。そうよな。あと速度。そうか、はい、帰ってくる速度が今回みたいに速い可能性があるから。あとね、やっぱね感動的やったんよ、こう動いてリオちゃんと一緒に俺もテンパりながら追っかけてって、うんうんうん、行った先が交番だったっていうのが、それはすごい話やね、うん、そうそうそう。っていうか落とすなよ。そう、どこで落としたんですか、ね、確かに。結局まあ雨が降ってて傘さしてて、多分ね僕まあね短パンのポケットの後ろに突っ込んでたんですよ、うんうん、で多分雨の音でポロって落としたのが多分気づかなかったんですね、うん、そんな土砂降りやったん。結構降ってたんですよ。ああなるほど、ね、やっぱつけた方がいいね、この俺がね、うん、絶対つけてるね、まあ、ウォレットウォレットチェーンですね、うん、絶対つけるんですけど怖くてつけてんねんけど、つけた方がいいよ、うん、それって、うん、なくしたこの前科があるから
つけるようにしたんですか。そうだからそれは遥か昔の話になってくるんだけど、だからまだ携帯とか持ってない時に、うん、緑の電話があったやんか、はいはいはい、公衆電話、公衆電話、 あの時に俺もう3つぐらいなくしてんのよ。公衆電話で、公衆電話で財布を上にこれあるあるやん、あー上に置いて、置いてピポバーって電話して、うん、ガチャンやってそのままルンルンルン言うて外出て行ってっていうのを俺3回やってんのよ。そうなんだ、これはダメだっていうことからもうずっとつけて、あもうそっからもう同じこと何回も繰り返すから、うん、そうかっていうかいないよね、チームカスでつけてる人あんまり、うん、いやでも偉いわ。何が。いやちゃんとそうやって反省して、うん、要は自分を信用せずにチェーンつけようっていう、うん、信用なんかできへんやん、だって同じ過ち繰り返してねえから。いやこれもうほんとリオちゃんに怒られて、どうすんのじゃん。いや信用しすぎた自分のことっつって。そうやね、あなたはそんなできないよって、そうもうできないってことをいつになったら認めんのって、自分のことをほんと信用しすぎですっつってだ逆にお前は今回の件で GSP じゃなくて GPS、 見失うなGPS いいよ、調子いいよ。いや、うるせえなピップエレキ版つけてるからマグネループ、ね、マグネループつけてるから、おもろなるんかそれやろうお前は多分今回そのエアポケットやったけど、エアタグね、エアタグで、うん、お前はエアタグのおかげでもう今後大丈夫やってなっちゃってるかもしれない。そうか、逆に良くないか。なるほどね。そう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 、そういう性格やから、うん、そうかも。俺にはエアタグがあるから、はい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 、最悪大丈夫って、落としたって大丈夫だ俺はってなってるから、それリオちゃん的には多分良くないんだよ。確かにそういうことじゃないよ、とっとっつって、うんうんうん、俺もつけようかな、じゃあもうなんかそう。だからお前もウォレットチェーンつけて、うん、ね、メガネと繋いでたんやどうなるの。どういう、どうなるんだ。いやだから後ろ背中からこう、うん、来てこうなんかこうなんていうの、横っちょにかけるかけとかけて、うん、ウォレットチェーン、今これ映像ないからなかなか説明難しいけども、だからこういうことです。こういうこと、横でカチャンって入れてこれでもさ、財布出すときにさ、こうやって目がめちゃくちゃおもろいやつ来たんだ財布出すたび眼鏡吹っ飛びますよゆっくり出しゃええからそうかそうか、まあ、とにかく、はい、ウォレットチェーンはつけた方がいいですよ。まあでもそうかもしれない、うんうん、絶対つけない彼ね、実はね、こだわり強いから、そういうところそうっすね、そうですね、ルーティーンみたいなの大事にしてるから、はいはいはい、よく中野くんにこだわり強い強いとかいじってるけど、はい、実はトンボも強いから、まあ、まあそうそうっすね、もうそう感じる、感じます、もうこだわり人間ですよめちゃくちゃ適当にしました。いや、こだわり強いって本当聞くので、やっぱり、はい、いやでもすごい話だったマジで、いや本当にね、ハラハラドキドキしました。まあでも見つかってよかった、ね、見つかってよかったです、まあまあ、皆さんもお気をつけください、はい、お気をつけください、はい、というわけで一旦広告です。さあでは、はい、質問いきましょうか、はい、安田さんよろしくです、はい、ではいきます。屋根裏ネームエボと申します。質問です。はい、はい、ひとし松本の酒のつまみになる話にて、芸能人は契約書類等の職業欄はどう記入しているか話題になり、興味深い回でした、うん、チームカジサックの皆様は各々書類の職業欄にどう記入されていますか。ああなるほど、うんうん、確かにね、はいはいはい、俺もいつも迷うなそれ、うん、ああそうですか、すいませんちょっと見れてないんで皆さんがどういう答えとかわからないけども、うん、俺結構自由業って書いてたりするかな。ああなるほど、うんうんうん、なん常に何て書いてる。自営業って書いてます。あ、自営業って書いてあるんや、はい、うん、なんかた俺確か自、あでも自営業っていう欄がないんやったっけ。はい、そうです。まあそのどういう書類かにもよりますが、うんうんうん、なんかその引っ越しとかの不動産のやつだったら、うん、個人事業主って書いとけばいいみたいなのもあるしね、うんうんうん、ああそうかそうか、そういうパターンもあるし、うんうん、でも個人事業主って漢字書ける今。個人事業主は書けるんじゃないですか。いや常に絶対いやいや書けますよ個人事業主は全部簡単ですよ。主ってあれか、おもか、はい、うん、そうですそうです。だったら俺もいける漢字得意でしょ、漢字さん。まあまあまあ、なんて書いてんの、トンボやすさでなんかも。僕は普通に放送作家って書きます。めっちゃカッコつけてるやん。カッコつけてる、カッコ、だってそういう職業やもん、だって自分放送作家って書きますよ、普通に。へ、なるほどね。それこそ、あの家の契約の時とかもそうだし、うんうん、ってなってくると中野もってこと。僕、自営業って書いてたと思いますね。あ、そうなんだ、はい、それなんで放送作家って書けんの。
え、なんか自営…え、あれ、なんでだ、自信なかったのかな。放送作家と堂々という自信なかったんですかね。え、そういう理由、いや、わかんない、なんか自営業選ぶところですよね。選ぶところで、カッコで書くとことかあったりする、うん、そうそう、カッコで書くところか、それにもよるけど、うん、あ、でも放送作家って書いてるやつもあったと思います、カッコで絶対書いてって言われた時は。いや、でもそこで自営業って書いてたんじゃないの。あ、でもその時は放送作家って書いてたと思いますね。いや、俺わかる、はい、お前今嘘ついてる。いやいやいや、あれ、匂いました、なんかめちゃくちゃ匂った、もう、はい、目バッシャンバッシャン泳いでるし、はい、だったら最初から放送作家って言ってるもん、書いたことがあるならね。そうそうそう、うん、なるほど、バレたら仕方ない。出た、あれ、はい、どうも自営業ポンポポンポン、自営業ポンポポンポポンポって何。ちょ、中野くん、もう本当にあの、はい、こんなん言いたかないけど、はい、一応これお仕事なの。そうそう、本当に人聞いてるのよ、すいません、あの、お耳を汚してしまって申し訳ないです。耳1個多かったで。お耳を、お耳、すいません、本当にまた恋のことばっかり考えてんじゃんの。いや、本当ね、もうこびりついてますね、恋が。じゃ、なんでずっと髪かき分けてるの。めちゃかき分けるやん。じゃ、結局なんて書いてんのよ。いや、やっぱ自営ですかね、自営業っていう風にもう、もうめちゃくちゃ広い範枠、うん、で、もういいやみたいな感じで、あ、書き込む時も自営業って書くんだ。やってたと、そうですね、へぇ、ね、なるほどね、はい、なぜ遊びは俺一番困るんですよね。あ、ほんまや、放送作家でもないし、うん、お笑い芸人でもない、うん、まあ、いわば肩書きで言うと YouTube カメラマン、カメラマン、カメラマンじゃないんすよ。あー、カメラマンでもない、うん、はい、カメラマンでいいやん、でも、うん、と思っちゃうけど。そうやな、でも、なんか動画のカメラマンじゃないですか、うん、そう、なんか、あの、静止画の、いわゆる写真の方のカメラマンみたいな印象になんないですか。全然なんない、うん、別に、どう捉えられてもいい。まあまあ、だから、どう捉えられてもいいから、うん、結構適当なところには、うん、適当に書いて、もう結構ふざけてますね、僕は。え、ふざけてる。え、どういうこと。やしたけーって書いてる。俺はそれ言わないですよ。なんて書いてんの。だからもう、あ、これでわかるでしょっていう人には YouTube カメラマンって書いたりとか、うんうん、ああ、YouTube カメラマン、はい、それはええやん。で、ほんとに雑で、なんか一応書いといてくださいぐらいだったら、もう YouTuber って書いてますよ。あー、YouTuber ってね。そう、別にふざけてはないやん。まあね、仕掛けもある意味演者やから。大きい意味で取ったら YouTube 関係者っていう言葉で YouTuber でいいかなと思って、うんうん、大きい意味で取ったらも書いたらええやん。大きい意味で取ったら YouTuber、 めちゃくちゃ気になるな、なんか詳細聞きたなるわ。詳細知りたければ聞いてください。いや、めっちゃ書いてやるやん。って書きます。そんな欄じゃないのよ。あ、でも確かに面白い会話だねこれね。うん、なんてか、俺確か自由業って書いてたと思うねんな。うん、でも今思い出すと、タレントって書いたこともあるな。そうですよね、うん、なんか恥ずかしいのよ。あー、タレントっていう書くのが、あと芸人っていうのも恥ずかしいし。まあ確かにね。なんだろう、これね、人によると思うんだけど、俺は普段深く帽子かぶってマスクしてるっていうのは昔からそのタイプやから、はい、うん、極力バレたくないのよ。はいはいはい、はい、そこで芸人って書くと、うん、まあ確かにおってなりますもんね。なる可能性があるやん。だから自由業とかで、うんうん、そうか、うん、俺さっきから自分で言ってる自由業って何。確かに確かに確かに、うん、自由業自由業なんだろう。芸人ってなんか書けないのよね俺。書いたことないですね。いや、書いたことないです僕も。なあ、あれなんだろうな、はい、なんでしょうね。なんか自分の中で職業というカテゴリーにしてないっていうことかな、感じもしますね。そういうこと、うん、はい、どういうこと、生き方ってこと。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいこと言ってる。お、はい、なんだろう、なんかでもそれだったらタレントって書きますね。あ、でも常ってさ、はい、パフォーマーとかで言うの。ああ、確かに確かに、うん、それ違うんや。パフォーマーも何のって
ならないですかね。ああどういうことかってこと、はい、全然なんかありっぽいけど、はい、今決めようよ。じゃあ決めよう、はい、今後これでやっていくっていうのは。そうですね、そういう欄があったら書き込む、うん、じゃあ僕、トンボ、安武、常、中野の順番で発表していきましょうね、はい、じゃあ俺から、はいはい、自由業でふざけんな。ブレーズ結局俺別にふざけてねえ、うん、なるほどね。俺は今まで通りでいきます今まで通りで別に変える必要ないでしょ。確かにいいよ、はい、YouTuber って書くのもそうっすね。俺自由業で自由業、はい、俺も放送作家ですよ。変えず変えずですよ、うん、固くないだね。固くないよ、だって今までもそれでやってきたんだから、うん、別にこれを機会に変えようとも思ってもないから放送作家ですよ。わかりました。はい、じゃあ安武は。僕はあのカメラマンって書きます。あ、書く、はい、いいと思う、うんうん、カメラマンっていいよね。いい、いいと思う。だってカメラマンだもんな。俺将来マジで、はい、安武カメラマンの会社作ってほしいもん俺。え、将来ほんまに。あ、カメラマンの会社。要は YouTube でもそうですし、まあ映像ってやっぱり俺なくならないものだと思うから、うんうん、カメラマンの会社、要はだ、なんて言ったの、制作会社みたいなことで、安崎が社長になって、ああなるほどね、あの声の人ができるカメラマンを集めて育てていく、育てていくっていうのを。なんでこんなすごい大切な話をやってんの。びっくりした今、うん、いやでもほんまに俺は思ってたの。なるほど、安崎でそういうことやったらどうかなって思ってたんや、うん、だからカメラマンいいじゃない、うん、か、美容家にしますわ。いや、じゃあお前しんどいぞ。一光さんと同じ。お前しんどいぞ。お前それを背負うのはなかなかの道だぞお前。もう常が咳したけど、ね、プロデュースとかしてかなかんぞお前。そういう美容系の言ったら書かなきゃいけないぞ。カメラマンにしとけ。わかりました、うん、自由業。自由業どっちも入るから。自由業マジ無敵やから。確かに、だって何だったって自由だから。だってカメラマンにしますわ。カメラマン、はい、常。じゃあパフォーマーに行こう。いや、かっこいい。本日から転身しようかな。めっちゃかっこいい。だから常いろいろ顔あるやん、はい、キッチンカーもやってたりとか、はい、でもキッチンカーも今後パフォーマンスもしながらとか言ってたから、はい、かっこいいよね。そう、いい、いろんな意味で。いろんな意味で。2700にでも はい、パフォーマーだから常、はい、うん、確かにボケでもツッコミでもないですもん常って、うんうん、確かに、うん、俺すごいいいと思うよ。いい、かっこいいパフォーマー。よっしゃ。で、一回でもつつかれたらやめたら、はい、そのえ、これ何ですか、何のですかとかなったら面倒くさいから。確かにね。そうなったらもう自由業に便利してもらったらいいかなと思います、はい、さあ、それではラスト中野くんどうしますか。僕はやっぱりあの、あれですね、うん、恋煩いなんつって病になってても煩い。職業じゃない、職業。デートマンにしたらちょっと面白い。あ、デートマン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 、楽天デートマンにしたら楽天デートマン。かっこいいっすね、かっこいいっすね。楽天デートマンにしたら。いや、これもうマジで、じゃあ次から楽天デートマン。じゃあマジでしまう。怖怖い、どういうことですか。怖い怖い。楽天デートマン、はい、かっこ、はい、恋煩いって書いてある。めちゃくちゃ変なやつや。さらにかっこ仮って書いてある。かっこちゃんぽられて審査通らんだ。ふざけんな。なんだこいつ。家住めなくなる。リアルはどうする。リアルはでも自営業のままって感じ。もう、うん、はい、すごい範囲広く。だって先輩がさ、はい、こんな近くにいる先輩が放送作家って書いてるんだよって言ってるのに、はい、うん、放送作家じゃなくていいの。放送作家喧嘩売ってんだかお前。放送作家打倒って言ったのよ。は、放送作家。そんな言い方あるかな。面白いな。ありがとうございます。書かないの放送作家って。放送作家、そうですね。でも放送作家書くないな。あれはワンパッケージ作家は。あ、なんかあったねそんなの。言ってたじゃん、ワンパッケージ作家。なんか言ってたね、うん、一時期。僕はワンパッケージ作家を目指しますって言って、うん、そうなんですよ、うん、いろいろ考えた結果、もうちょっとありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また行きましょう。誰がおならしたかは、はい、視聴者さんに、はい、当ててもらいます。はい、ありがとうございます。クイズ。ヘクイズ。ヘクイズ。はい、クイズです。何？あ、もういろいろ考えた結果、うん、もう作家という枠にはとらわれず、うん、はい、もう自由業に自由業にします。
ちょ、マジどうしたん決まったんデートの日がデートの日はまだ常にいろいろ密にね綿密に考えてますけど、どこ行くの次、次はね、うん、どこに行こうかななんつって もう決まってるでしょ、どこに行こうかな、なんつってって何決まってないっすよ、それがどこそこなんつってやったらわかんない、はい、どこに行こうかな、はい、なんつってっておかしい何もつってない、はい、どこに行くのよ、場所ぐらいいいでしょうよ、場所か、うん、まあ強いて言うなら、うん、新大久保とかもいいかもしれないですね。韓国料理、韓国料理で、料理好きなの、まあ、好きですよ。あの子、あの子あの子要素デートする子、あ、まあ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 好きですよ。韓国料理好きなんだ。好きだと思います。はい、あ、いいじゃないですか。いいですよね、うん、いろいろ、はい、食べ歩いたり、ね、なんかね、楽しそうだなっつって自由業でじゃあ何どうした中野君そのもう普通の会話ができなくなってるよ、はい、自由業で、自由業でそんな自由業便利じゃないのそこまで無敵じゃないの何言ってんのずっと何言ってんの普通に話はいいじゃんあー面白いね、あなた、それが中野君です。中野君でございます。はい、というわけで、はい、じゃあちょっと今日もこの後がね、はい、実はトンボがゲーム生配信の、そうなんでございます、時間があったりします、はい、すいません今日もちょっと短めだったんですけども、はい、とはいえ歌はいきましょう、はい、一旦広告です。さあ、というわけで、はい、まずサイコロ振りますね。はい、歌い手この方でーす。誰だ？中野。あ、はい、おい、中野が出た。中野、中野、中野出た。復帰一発目、ラジオ一発目で、うん、いいですね。いいね、はい、最近歌ってなかったもんね。全然歌ってないと思います。久々に聴きたかったんよ。マジっすか。中野くんの歌が俺たち聴きたかった。あ、そしてリスナーさんも聴きたがってるよ、はい、そう、うん、ちょっとね、集中します。今日ちょっと喋りが調子悪かったから、はい、歌でちょっと取り返そう、挽回したいと思いますよ、うん、はい、では行きますね、はい、タイトルこの方、トンボ。あー、はい、私ですねはい、はい、さあということでですねまあ本当に財布、うん、もう皆さんも落としたりするの、うん、本当にくれぐれも気をつけてください、うん、はい、お前やいや、こういうことがありますから、ね、まあ、でもとにかく良かったね。いや、良かったでございます。いい人だね。いい人が、うん、本当にね、日本人はね、もう本当にいい人ばっかり、うん、確かに素晴らしい、はい、ということでね、はい、こんな温かい気持ちの時はね、うん、やっぱり中野くんにね、うん、歌を歌ってもらって、うん、はい、ちょっと締めていただきたいと思います。はい、はい、それでは歌っていただくタイトルは、はい、猫にゃー猫にゃー猫にゃー、お願いします歩くよ僕はこの広い地球の上を、歩くよ僕は、今日も真っ白な歩くよ僕は、今日はあの街に向かう、こと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 歩くことことことこ歩く、今日はコトコだけどな、歩いたカレー煮込んでたんや1キロシチューかな、2キロ3キロ歩いたかな、疲れてきたけど僕は歩く、僕は歩くよこの広い地球の上を歩いて、あれ、どうしたんだい、そんな電信棒の下で電信棒うずくまって、君は誰だい、猫にゃ猫にゃ猫にゃ、なんだ猫だったんだ、歩いてたやつ猫ちゃうかったね、誰やねんお前、お前誰やねん、今日も僕は歩くよ、お前誰やったん、出会いって最高、今日は
猫と出会えた。いやー、いやー、笑ったなー。いや、俺猫や思ってた。俺猫目線の歌かと思ってたから。猫目線じゃないっすね。いやー、しょもろかったわ、なんかお前誰だったんだよ。あと、電信棒って。電信棒っていうワード久しぶりに聞きましたね、なんか。電信棒って、電信棒って言わないっすか。言わないよ、言わないよ。言ったことないよ、電信柱とか。あ、電信柱のことを電信棒。いや、初めて言ったの。いや、まあ、言うのは言うと思う。あの、聞いたことはあるよ。へぇ、聞いたことはあるよ。地区、地区によって違う。俺もあんま聞いたことない。あ、それはフーライボーの方が聞こえない。棒で言ったらね。棒で言うとフーライボー。久しぶりに聞いた電信棒って。あと、なんて言ったって、こと、こと、こと。相場はとこ、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 歩くのは。あと、あるって言ってなかった。ことこと、ことこと、あるって言ってなかった。めっちゃおもろかった。いや、腹筋一発目ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これからもね、元気いっぱい毎週、はい、楽しいラジオをお送りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。そしてコメント欄にもまた質問や悩み事の相談よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。以上、かいさくと、とんぼと、やすたけと、つねと、中野でした。ありがとうございました。ありがとうございました。